もたくさん仕事したからね。パン作って腹を満たすか。あ、そらい、あ、そらい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 。あ、しまった、これ人んちの畑だった。まあいいか、まあ後でね、謝れば許してくれるだろう。さあ小麦でパンを作っていただきます。うまーい。ちょっと待って、なんか僕のお腹めっちゃ膨れてないか。なんでそんなにパンは食べてないんだけどな。しかもなんだか状態異常がついて、やったら動きづらいし腹も減るな。あ、もしかしてあそこの小麦って腐ってたのか。だとしたら大変だ。近くの病院に行ってお医者さんに見てもらわないと。確かお医者さんはここだったよな。すまない、先生のお腹でかすぎ。と思った人はチャンネル登録と高評価よろしく。あー、それちょっと急いで見てもらえないかな。あ、いた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 、この人がお医者さんだよな。どうされましたか。ちょっとうるさいな。あー、なんかさっきパンを食べたら急にお腹が膨らんできてやたら腹が減るんだけど、これどうなってるんだ。ちょっと調べますので、そこのベッドに座ってください。いちいち声がでかいな。まあ、よしと、腹減っちゃってるからとりあえずパン食べて、ああ、ここに座ればいいんだな。じゃあちょっと検査お願いします。はい、結果が出ました。先生どうなんですか。これは妊娠してますね。え、妊娠。いやいやいや、あの僕男ですけど、そんなはずないですよね。いや、確かに赤ちゃんいるよ。栄養足んないからパンは10個食べといてね。な、何がどうなってるんだ。僕のお腹の中に赤ちゃんがいるだって。いやいや、そんなわけないじゃないか。まあいいや、とりあえずいつも通り。何ですか村上さん、あんたうちの小麦食ったろー。あー、すまない、ちょっとお腹減っててね、つい食べちゃった。って、やばい、腹減りすぎて。いや、失礼しよう、失礼そう。ちょっと待った、移動速度も遅いし。あ、ここにリンゴみたいのがあるな。ちょっとこれ回収して食べよう。なんだかさっきからやたらお腹空くんだよな。よし、ひとまず桃を食べたから。やばい、全然腹いっぱいなんないんだけど。どうしよう、このままじゃ餓死してしまう。かといってあそこの俵の小麦取るわけにはいかないからね。仕方ない、自分で食料を調達するしかない。ってやっぱりダメだ、このままじゃ死んじゃう。あ、ナビさん、すまない、ちょっとここにある俵もらっちゃいません。やべ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 、してる。待って、一旦ピッチ食べて、ここにある俵を急いで回収して。やべ、しかも作業台あっちに置いてきちゃった。これを一旦すぐさま回収して、これで、はい、木材を分解して作業台作って、間に合うか。ちょっと待って、やばい、ちょ、間に合うか、間に合うか。はい、パン作って、これで食べて、食べて。あー、危なかった、マジで。今のは本当に餓死するかと思った。あー、やっと体力を回復できた。それにしてもさっきのお医者さん、パン10個は食べて栄養を取れとか言ってたよな。赤ちゃんが生まれるとかさすがにないよな。よし、これで10個目のパンをいただいてと。え、待った、なんかさっきよりお腹の中大きくなってないか。しかもいった、何今の、お腹の中で蹴られたような気がするんだけど。しかも HP がめっちゃ減ってるんだけど。とりあえずパンを食べてと。回復していこう。また、これ本当にもしかして赤ちゃん生まれちゃうのか。やばいぞ、なんでこんなことになったんだ。まあいいや、ひとまずこっから出て。あ、さっき食べちゃダメって言っただろうが。すまない、ちょっとどいてくれ。いや、すごい、お腹が痛いんだ。もしかしてこれって本当に生まれるのか。とりあえず村から一旦離れてと。ちょっとお腹痛いんだけど。え、やばいぞこれ。なんか痛みが収まったな。お腹も戻ったし、なんだ。待って、これさ、僕の子供じゃないか。これってベイビーすまない。腹減った。待って、君今生後1分だよね。
もう言葉喋れるの？てか、なんだかちょっと変わった色してるな。なんか特殊能力とかあんのか？え？へえ！待って！なんか乗れるんだけど、しかもこれ、あ、ははは、早い！早いんだけど、ちょっと待って、力もつけないか、ベイビースマライ。あ、これは、ちょうどいいな。なんだかさっきから、状態異常で速く走れなかったからな。ベイビースマライがいれば、高速で移動できるな。あ、そういえば君さっきなんか言ってたよね。腹減った。なあ、腹が減ったのか。よし、じゃあ今からちょっと、村人さんの食料を奪うわけにもいかないからな。自分で小麦を作っていこうか。よし、じゃあね、ベイビースマライに乗って一旦行くと、小麦の種をね、回収していこう。ちっ、なんでベイビースマライこんな早いんだ。すごい潜在能力を秘めてる。さてと、雑草を買ってね、小麦を回収していこう。小麦畑を作るためにはバケツを作る必要があるから、それアイアンゴーレムを倒しに行こう。よし、いざベイビースマライ。よし、これでちょっとね、アイアンゴーレム探して鉄を奪いに来た。あ、痛い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 。さあ、ちょっと一旦降りて先制攻撃。いざらーい、いざらーい。一旦これ上3マス積み上げればアイアンゴーレムは攻撃できない。積まない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 。よし、オッケー。さあ、鉄回収って、やばいな、もう腹が減りすぎる。さっきからなんか栄養持ってかれてんのかな。よし、それベイビースバナーに乗って早いところで水ないか。あったあったあった、水あった。さあ、ここの水を回収していくと、オッケー。これ大丈夫か、畑が来る前に死んじゃうんじゃないか。あ、またここら辺なんかお店あるな。すまない、ここにある肉譲ってもらえないか。1個1円目なのとですよ。あ、すまない、ほんとすまない、今ほんと死にそうだから、おい、勝手に取ってくなー。すまない。よし、ちょっと一旦食べて。よし、OKOKOK、 回復、これで結構回復できるぞ。よし、ふぅ、危なかった。マジで死ぬかと思ったな。さあ、ひとまずね、ここら辺に作るか。さあ、クワを作って、今からここにちょっと小麦畑を作っていく。そうだな、真ん中にまず水を敷いて、はい、何マスぐらいにしようかな。結構広めがいいよね。よし、オッケー。さあ、小麦の種を植えて、これでね、育てば自分で食べることができると。邪魔。よし、オッケー。ひとまずね、小麦は植え終わったんだけど、やべえ、ガスする。さーて、そろそろ育ってるかな。おお、すごい、小麦が満開じゃないか。じゃあね、ここにあれば小麦を回収して、ベイビースマナーにね、パンを与えるか。じゃあ、いくぞ。あ、すまない。あ、いいね、めっちゃ取れる。さあ、回収してと。はい、オッケー。さあ、もう一回ちょっとね、小麦を植え直してと。はい、オッケー。じゃあね、小麦が、あ、結構集まったな。これを、はい、19個のパンが完成。でもね、ちょっとなんかやたら腹減るから、まず僕が先に食べてと。はい、ベイビーすまない。どこだ、痛い。はい、パン食べた。うまい。はぁ、どうやらパンをね、気に入ってもらえたみたいだ。じゃあ次は、なんかしたいことあるか。眠い、寝るとこが欲しい。あー、そっか、赤ちゃんだから寝たいよな。でもちょっと家がないから、作るしかないな。家を作るための石が欲しいから、このね、すまないつる足を今から作っていきたいと思う。てなわけで、これちょっと交換して、あー、ダメだな。エメラルド1個必要だから、ちょっと農民の方とトレードして。あー、ダメだ。さあ、この村人さんはどうだ。交換は、あれ、釣り人ばっかだな。あ、いたあの人どうかな。この人、小麦とエメラルド交換して、あ、いける。よしよし、なんとか1個ね、エメラルド確保。それではね、今からベイビースマナイと一緒に地下に行って、家を建てるための石をゲットしに行く。あ、ってかさ、あ、待って、これすまないツルアシも作れるんじゃない？来たわ！すまないツルアシ、これがあればね、あー、はい、僕の見た目をしたね、ツルアシなんだけど、これ効率がやばいのよ。ちょっと見てて、いくよ。あー、すまない。はい、こんな感じで 3×3 マスを高速で掘れるっていうね、ちょっとヤバめなね、ツルアシだね。てなわけで、ちょっと一旦ね、はい、石炭と木の棒ですね、タイマ作って、ここちょっとね、一直線に掘ってって、石をね、大量にゲットしていきたいと思う。ちょっと一旦上のこの石炭は全部いただいちゃおうか。すまない、ちゃ、やばいな、これめっちゃ効率いい。じゃあ行
これをちょっと片手に持って、あ、すまないすまないすまない、やばい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 、効率が良すぎるねこれ。さあどんどん正面掘ってって、あ、ちょっとね行き止まりになっちゃったからこっち側に進路を変えて、はい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 、いいね、もうこの普通の石がめっちゃ取れる。さあだいぶ掘ったんだけど、見てこれ丸石がね、もう超大量に集まったから今から家を作っていきたいと思う。はい、ということで到着、今からここのね後ろの部分に石の家を作っていきたいと思う。はい、ということでね今後ろに家を建てるんだけど、ここのね整地が終わったから実際に家を作っていきたいと思う。外観は完成、あとはねドアとか、内部の装飾とかをね付け加えていきたいと思う。よし、ついに完成した。これはね今回僕が作った石の家だ。まあこっからだとちょっと分かりづらいかなと、一旦ねベイビースマ内に誘導してもらって、はい、あれ小回り効かないなこれ。さあこっからね、はい、扉になってて中に入れますよと。で中身はこんな感じ。うん、まあ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 、そこそこ広いかな。よし、ベイビーすまない、ここだったらぐっすり寝れるんじゃないか。ありがとう、すまない先生。よし、今日はね、もう疲れたから行ったんだよ。へぇ、よく寝たって、あれ、待った、またお腹膨れてんだけど。え、これもしかしてまた同じパターン。やばい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 、空腹でちょっと腹がやばいことになってる。一旦これね扉出て、やべ、これちょっと一旦壊さないとな、すまない。さあさあ一旦外に出て小麦回収しよう。小麦回収してパン食わないとガシしてしまう。あ、すまないすまないすまない。さあ小麦でパンを作って OK23。 待った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 、昨日に引き続きまたお腹でかくなってるんだけど、これもしかしてもう一体ベイビースマナイが生まれるってことか。とりあえずあのお医者さんに聞きに行こう。さてベイビースマライはねちょっと早いから助かるんだよね、あの移動速度遅くなっちゃってるから。さあ着いたと、ちょっと一旦ねお医者さんに見てもらって。あー、すまない、またお腹膨れてるんだけど、これどうなってる。そこに座ってください。あ、これ赤ちゃんいますね。いや、なんでだよ、なんで僕の中にまた赤ちゃんがいるんだ。こりゃ前の子より大きいね。肉とか食べて栄養をつけなさい。なんでなんでこんなことになるんだ。またまた僕の中にね赤ちゃんがいるみたいなんだよね。でさっきの先生によるとパンじゃダメらしいね、肉とか食べないといけないみたいだから、ちょっとベイビースマナイに乗せてってもらって肉を回収しに行こう。あ、いた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 、いたぞいたぞ、ひつじさんどうもおはようございます。ストライクストライク。さあできればね豚さんか牛さんがいてほしいんだけど、なかなかいないね。てかだいぶ画面がやばいな。あ、待って、いた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 、いたぞ豚さん、どうもどうも、何見てんだよ。ストライクつまない。よし、それだね、ひとまずお肉が集まったからかまどを作って焼いていこう。つまないつまないストライク。さあ石炭でね肉をしっかり焼いていこうね。オーケー。てか今度は一体どんな子が生まれるんだ。1体目はね足の速い子だったから、次はパワー系タイプとかそういったのが生まれてくるのかな。さあ焼き上がってるね、焼き豚に、はい、羊肉、焼き鳥、羊肉でね、あのお医者さんはお肉を食べた方がいいって言ってたから、ちょっとねひとまず肉を食べていく。ああ待った、まただ、腹がねかなり膨れてきたから、そろそろベイビースマライが生まれるかもしれない。ちょっとね一旦ね家に戻ろう。家にちょっとねさすがに外で急に腹痛くなってそこで生まれちゃうなんてことはちょっと避けたいから、ベイビースマライに運んでもらって、もう少しだね、もう少しで家に着くから、はい、着いたと。さあこれでね一旦ちょっと中に戻ろう。ちょっとね扉ぶっ壊れちゃったけど、まあいいや、ここでだったら安心してねスマライベイビーを産むことができる。いくぞ。ふー、すっきりした。ん、あ、またベイビースマライが生まれてる。
君、体調に異常とかないかい？ないよ。ああ、それよかった。そういえばさっきというか、この子は乗ってスピードをアップできるけど、この子もなんか特殊能力ありそうだな。ちょっと試しにやってみるか。すまないすまない。え、やばいやばい、なんかやばい、なんかやばい気がする。これ誰も、なんか、ああ、え、待った、今の子をクリックすると爆発したんだけど、もしかして今ので死んじゃった？やばい、ちょっと待った、そんなの知らないよ。あ、よかった、生きてた生きてた。なんだよそれ、この子をね押しちゃうと爆発するみたいだね。あれ、ベイビーすまない、どこ行った？なんだ、なんでこんなところにウィッチがいるんだ？妊娠の呪いにかかっているようだな。これのことについて何か知ってるのか？知っていると。もなぜならその呪いは私がかけたんだからな。なんだって、早くやめてくれよ。なんかこれやたら腹減るし、超危険な子供たち生まれてくるし、何が目的なんだ？それはな、スプライ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 頼む。よし、ベイビースプライ、あいつをやっつけるんだ。どうだ、うわー、あ、はっ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 は、ベイビースプライ頼むか。ちょっとさすがに爆発さすぎたかな。ってやれ、あ、ベイビースプライ生きてた。てかさっき2体いなかったか、ベイビースプライ、気のせいか。まあてかやばいな、ちょっとさ、せっかく作った家がさ、ベイビースバナナの能力知らなかったから、もう見事に消し飛んじゃったんだよね。仕方ない、これはね、もう一回家作るのはねちょっとめんどくさいから、ちょっとね地下に拠点を移そう。ちょっとね、トンネルを作って新しい新居を作る。はい、ということでね、ついに完成。まあちょっとね、洞窟の中にこんな感じでね、トンネルを作ってみた。まあ結構簡易的ではあるんだけど、まあここならね、あの万が一このベイビースバナが爆発しても大丈夫と。すまない、反省してんのか。まあいいや、とりあえずこの頃やれ、絶対触れちゃいけない、地下ごとぶっ飛んじゃうからね。さあそろそろ寝よう。ふぅ、よく寝たって、また腹がさ膨れ上がってるんだけど、これまたいるよね。で、あ、ウィッチ、すぐ、お前妊娠の呪いをかけたとか言ってたな、一体何が目的なんだ？私の魔法の実験だよ、付き合ってくれてありがとう。くそ、お前を倒せばって、あれ、いない。あー、くそ、とりあえずこの呪いを解くためにはあのウィッチを倒さないといけないみたいだ。その前にちょっとこのお腹の中の子をどうにかしないとな。とりあえず栄養をとって新しいね赤ちゃんを産むしかないな。さーて、ちょっとね外に来たんだけど、またね栄養を取らないといけないわけだが、普通にああいうの取っちゃうと村人さんにバレてね、また怒られちゃうから、やるしかない。あ、ベイビースプライカットに入っちゃダメだって。スプライスプライスプライ、やばいやばいやばい、押しすぎた押しすぎた、誰もこれなんか、おーい、ハハハハハ、やばいっつった、やりすぎちゃったな。どうもすみません、うちの子が本当に暴れん坊で。あれ、本当はちょっとね小麦とか回収しようと思ったんだけど、小麦もぶっ壊しちゃったみたいだな。瓦とか回収してパンをもう一回作ってね、栄養補給しないとね。さあ、赤ちゃんが生まれるためには栄養が必要だからね、パンを作ってとにかく食べまくろう。そうすれば赤ちゃんが出てくるはず。さあ、これでパンがね大量に完成。さあ、食べて食べて、うん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 、あ、お腹が膨れてきた、そろそろ出てくるな。一旦ちょっとね地下に戻って、さあ来い、新しいすまない、今度の子はどんな子なんだ。あ、お腹が元通りになってる。ってことはなんだ、なんか燃えてるぞ君、なのか、燃えちゃってるけど、おはよう。またいきなり喋ってる、もう慣れたな。うん、生後1分で喋るってのはね、ちょっとだいぶ慣れてきた。君なんか強そうだな、試しちょっと冒険行って敵と遭遇させてみるか。ん
あ、痛い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 、ゾンビ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 、待て、あ、ちょっと戦いに行ってるっぽいな、すまない、これ、あ、あ、戦ってる戦ってる、ちょ、待て、ベイビーすまない、強いぞ、強いぞ、あ、強い、このベイビーすまないはね、戦ってくれるみたいだ、あ、てか、今思ったんだけど、このね、3人の最強すまないベイビーたちがいれば、あのウィッチとかもね、倒せるかもしれない。さーて、ウィッチの城に到着。ここにウィッチがいるようだけど、なんだかボスバーが出てるな。よし、とりあえずね、ベイビーすまないたちを連れて入ってっか。あれ、あの爆弾のすまないは、あ、いた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 、ちょっとあいつだけ危なっかしいな。これ、あ、あーやべ、ちょ、やべやべ、ちょ、落ちちゃった。これ、誰もか、あ、あー、ミスったミスったミスった。そうだそうだ、この子はね、クリックすると爆発しちゃうから、ちょっとね、遠ざけていきたい。さあ、上に登ってって、多分最上階にウィッチがいるから、そこまで行きたいんだが、あ、スポナーがあるな。でも、すまないスラッシュを使えば、一瞬で壊すことができる。これといって、かなり怖そうな仕掛けはないな。とりあえず、ここ壊して上に行って、なんだ、これが私の真の姿。ちょい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 、話が違うぞ。って、あ、また、ベイビーすまないの。ファイヤースタイルが戦ってくれてるな。あ、待て、これは一旦ちょっと水で自分を沈下して、あ、いいこと考えた。ここで爆弾すまないを起動させれば勝てるかもしれない。一か八か、急ぐ、なあ、すまない、あ、やべ、ちょ、落ち着いたかな。こっから飛び降りてジャンプで、あ、失敗したけど生きてた。で、すごい、めっちゃダメージ与えたぞ。あれぐらいの HP だったら今の僕でも勝てそうだ。よし、近づいて、さあ頼むか、あ、すまないすまないすまない、よーし、ふぅ、ベイビーすまないたち、ちょっと強すぎるな。特に爆弾の威力が半端なかった。あ、こいつを取ってと、呪いは解けるかな。ん、あ、呪いが解けた、ふぅ、これにて一件落着だな。